大谷翔平選手への申告敬遠についに新しいルールが制定か。フォアボール拒否権に世界が注目。野球人気が落ちている理由がよくわかる。海外の反応。大谷翔平選手は右肘内側側副靭帯の損傷のため今季これから投手として登板しないと発表されましたが、怪我が公表されてから今日まで8試合連続で打者として出場を継続しています。今日は2打数無安打3四球未申告敬遠という結果で、5試合連続ヒットはなりませんでしたが、3出塁とチームに大きく貢献しました。ただ今日の2個の申告敬遠、今季メジャー最多、大谷翔平選手自身自己最多となる21個目には、対戦したアスレチックスはエンゼルスと同じア・リーグの西地区において40勝95敗で最下位、プレーオフ進出の望みもない消化試合の中で2度も勝負を避けたことで世界から衝撃と怒りの声が上がっています。なお今日の試合でエンゼルスは敗戦し、今季 84% の試合を消化し64勝72敗、ア・リーグ西地区5チーム中4位、ワイルドカード順位は圏外8位、プレーオフ進出ラインといわれる90勝に到達するためには残り26試合で26勝0敗、ファングラフスが算出しているエンゼルスのプレーオフ進出確率は 0.0% と、エンゼルスは9年ぶりプレーオフ進出はデータ的にも完全についえたといえます。ここ最近はもうチームの勝敗はどうでもよくて大谷翔平選手だけを楽しみに見ているという人も多いのではないでしょうか。今後については連日様々な報道がなされていますが、ただ全ては憶測に過ぎないので大谷翔平選手の言葉を待ちましょう。さて今回は大谷翔平選手への敬遠、死球というもどかしさに関連した話題を紹介したいと思います。大谷翔平選手は今季ここまでアリーグトップの89死球でメジャートップの21敬遠死球を記録しており、敵地でも大谷翔平選手が敬遠死球で歩かされるとブーイングが上がるほどになっているのはご存知でしょう。そんな中、米投球データ分析サービスコーディファイは日本時間8月31日に公式 X でファンが死球をどう見ているかが分かる面白いアンケート投票を実施したのです。支持してもいいかもと思える突拍子もないルール変更のアイディアを教えてください。私から始めます。バッターは死球を拒否できる、4ボールまで行ったら新しいカウントにリセットできるという提案に、大谷翔平選手が塁間で防具を外す写真を添えて投稿しました。するとこの投票には14,552 票が投じられ、イエス 39.9%、 ノー 60.1% という結果になりました。1人の選手に与えられる死球数を制限し、超えた場合は塁を余分に与える。死球の数に応じて段階的に塁数を増やす。1死球目は1塁、2死球目は2塁。死球を受けた選手は投手と30秒間ボクシングマッチする選択肢があるとルール変更に前向きな意見もあれば、そんなことしたら試合がまたやたらスローになる、バリー・ボンズがいた時にこのルールがあったらすごい記録ができていたと否定的な声も上がっています。さすがにコーディファイのバッターは死球を拒否できるという提案は半分冗談だと思いますし、実現はないとは思いますが、特に敬遠死球については野球をつまらなくしているような気がします。あなたはどう思いますか？さてそれではここから最新の大谷翔平選手の成績&達成しそうな記録をまとめておきます。最新の大谷翔平選手の成績、投手として10勝を挙げ、8月中旬には最優秀防御率賞とも言われるサイ・ヤング賞候補に名前が上がり、大谷翔平選手最終登板となった8月25日時点での防御率上位3名の中での投手3冠の残りの2つの要素、勝利数、奪三振数と被打率、WHIPの数値を見てみると、勝利数、被打率、WHIPは大谷翔平投手が1位、奪三振数は1位とはわずか5個差の2位タイという成績に世界中の野球ファンが衝撃を受けたわけですが、右肘靭帯損傷という残念なことになり規定投球回160には届きませんでしたが、素晴らしい成績を残していました。打者として本塁打数、オプス、塁打数、長打率、三塁打数、敬遠数が MLB 両リーグ1位、出塁率、四球数がリーグ1位、打率、打点はリーグ3位と打撃主要指標でほぼ全てがメジャートップ3に入るという衝撃の成績を残しています。ア・リーグ MVP を取った2021年と数々のメジャー新記録を残した2022年と現時点の2023シーズンの打撃成績を比較してみるとこのようになり、全ての指標で自身最高のシーズンを送っていることがわかります。大谷翔平選手が達成しそうな記録、今季獲得の可能性が高いタイトル1、MVP、 MVP 選考で最も重視されると言われる
総合的な貢献度を表す指標 WAR は今日試合前時点 MLB 両リーグで2位に 1.2 の大差をつけて1、アリーグでは2位に 3.4 の大差をつけて1、打者に限ってみるとアリーグでは2位に 1.1 の差をつけて1位となっています。テキサスレンジャーズのコーリー・シーガー選手が猛追していますが、大谷翔平選手の投手として10勝を挙げたという結果もあるので、もし打者としてのウォーが抜かれたとしても満票とはならずとも MVP は固いと言えるでしょう。今季獲得の可能性が高いタイトルにホームラン王、残り26試合で2021年に記録した自己最多の46本にあと2本に迫る44本放っており、年間 53.6 発ペースとしています。メジャー全体で1本差をつけ1位、ア・リーグで言えば9本差をつけア・リーグホームラン王独走中です。ここ最近ホームランは出ていないものの、ホームラン王を争っている2位の選手のペースも止まっているため差は変わっていません。仮に大谷翔平選手が残り試合1本もホームランを打たなかったとしても、30試合弱で9本の差がついていることを考えると、ア・リーグホームラン王のタイトル獲得は固いと言えます。今季獲得の可能性が高いタイトル3、本塁打王&三塁打王同時受賞。現在本塁打&三塁打ともにメジャー1位、懸念点としては三塁打数で現在1位タイに並んでいるボビー・ウィット・ジュニア選手の存在です。なかなか三塁打は出ないので、残り試合を考えると先に1本リードしておきたいところではあります。なお達成すれば45年ぶり過去100年に限ると4人目の快挙となります。今季獲得の可能性が高いタイトル4、シーズン400塁打。シーズン300を超えるとその年を代表する強打者とされる塁打は現在325、387塁打ペースで、シーズン400塁打は2001年を最後に22年間達成されていない快挙となります。続いて大谷翔平選手が今季獲得は難しいものの可能性は残されているタイトルを見ていきます。今季獲得は難しいものの可能性は残されているタイトル1、打者三冠王、首位打者、ホームラン王、打点王、ア・リーグホームラントップ3はこのようになっており、首位はほぼ間違いなし。ア・リーグ打点トップ3はこのようになっており、首位を狙える位置。ただ三冠王となるための残りの首位打者については昨日規定打席をクリアしたテキサスレンジャーズのコーリー・シーガー選手が打率3割4分5厘と単独トップに躍り出ました。さすがに4分差をひっくり返すのは難しいため、今季首位打者はコーリー・シーガー選手と見るのが現実的と言えるでしょう。今季獲得は難しいものの可能性は残されているタイトルに、トリプルスリー、3割30本塁打30盗塁、本塁打数はクリア、打率はここ数ヶ月3割超えで安定、盗塁は残り26試合で11盗塁が必要という状況です。盗塁については2盗3盗と立て続けに決めることもありますし、可能性はありますが厳しい状況です。そもそも本人も目指してる記録ではないと思いますし、怪我のリスクを考えるとというのはありますが、いずれにせよ一時はサイヤング賞最有力にもなり10勝を挙げた先発投手が MVP、 ホームラン王は固く、打者二冠王、400塁打の可能性があり、打者三冠王、トリプルスリーも可能性があったということだけで本当に素晴らしいことですね。もう成績云々より肘の状況を第一優先で考えてほしいのですが、今季そして来季一体どうなるのか不透明な状況ですが、今季残り少なくなってきて一試合一試合大谷翔平選手の出場をかみしめながら応援したいと思います。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。